バリを運行する県の防災消防航空隊。県内各地の消防組織から厳しい条件をクリアして配属された精鋭です。この日は要救助者が山間部にいるという想定での訓練。上空から降りようとする隊員の目線カメラではこのように見えています。危険を伴う訓練ですが、要救助者を安心させるため穏やかな表情や声かけを心がけます。海沿いで受かってやつ、わかります。海沿いで私が手伝いして動けますか。で、ここに見つかってください。およそ20人の隊員のうち3人が今年度加入したばかりです。その一人、梅本智文隊長はこれまで熊本市消防局で救助や災害対応を担当していました。熊本地震の後とかにはやっぱりヘリでしかできない救助とかもありましたので、この航空隊に来て自分の力が使えるのであればですね。まだ経験が浅いメンバーがいても出動はいつあるかわからないため、今急ピッチで訓練を重ねています。梅本隊長は機内から指示。40センチほどの狭いスペースに隊員を着地させるため細心の注意を払います。果たして訓練の出来は。もうちょっと低くてもいいのかなと思います。あと50センチぐらい低ければスムーズに降りれるかなって。午前の訓練を終え、昼食の時間です。休憩時間はほっと一息。オンとオフの切り替えを大事にしています。救急・救助に加え災害応急対策にも当たるひばり。運行を担う隊員たちは日々スキルアップをしています。全員が一つのチームとなって、本当家族のように付き合えるようなコミュニケーションを取りながら安全運行というところを努めていきたいというふうに思っております。